こちらはモモンガパウダーとお湯、ただのお湯ですね。モモンガパウダーとお湯、モモンガが 10% で配合されてます。でただこれで振ってつけるだけなんですけど、パーマの場合ね、すごくアフター処理非常にいいです。リッチが綺麗に出たりとか、手触りが良くなったりしてくれるので、まあ、これ1個ね用意しとくと楽かなと思います。そのままこうやってつけるだけですね。はい、ね、この辺もつけます。ちょっと今これ作ってすぐなんで、なかなか今分離しちゃってる状態ですけど、モモンガパウダーを入れると、アフターですごく使えます。で溶かして、モモンガオイル還元剤も、まあ、今日は使ってないですけど、モモンガオイル還元剤も同様にここでこうつけたらこんな感じに揉み込んでいきます。モモンガも一緒ですね。モモンガトリートメントも、モモンガオイル還元剤も一緒です、ね、やり方はここでしっかり1分間ぐらいですね、手先にこう揉み込んでいきます。コームをしながら揉み込んでいく、全体に揉み込んでいきます。このように栄養を入れていく感じです。で、手のくるぶしぐらいまで、時計がつけるところね、時計がついてるあたり、そこまでお湯をためます。でお湯をためたら、今度このお湯で全体をまんべんなく、ただモモンガオイル還元剤はこうやった時のやるんですけど、根元側結構しっかり流さないと、そのオイルが結構地肌についてると乾く時にウェッティになりやすい髪の人だったら乾きづらいので、結構しっかり流す、もしくは本当になんかちょっとウェッティになりそうだなと思ったら、少量のシャンプーでここをシャンプーした方がいいです。はい、このような感じに全体に1分から2分ぐらいくぐらしていきます。こんな感じですね。でネープの方、このタオルに、はい、含まった、これ今ギュギュギュっていうの分かりますかね。結構ギュギュギュって言ってる、すごいこんな感じで、はい、修練してるの分かりますよね。これでダメージの穴埋めと、あとパーマのきっちりした修練参加させてくれてるので、かなり効果あります。こんな短時間でもかなり効果あるのでおすすめです。で乾かすと、毎回使って乾かしていくと、乾いたら中に入ってくれるので、こんな感じでくぐらしていくと髪質がだんだん変わってきます。はい、でこのぐらいやります。そしたらここで色トリートメントをつけます。こちらつけていきますね。これでもうつるってなるんで、で全体になじまして、全体にくるんで、頭皮の残留してるものを取っていきます。もう頭をお風呂につけてるような感じをイメージしてください。こういう感じですね。はい、このぐらいしっかり流していきます。これで終わりですね。でちょっと濡れてる時にムササビクリアコートを4プッシュ取りました。これを毛先にこうつけていって、絞ると白い液に変わりますから、この白い液を全体にまんべんなくすると、はい、まあ、矯正の中間水栓でもかなり使えます。流さないトリートメントですね。
結構力強いんで、紙質使っていくと変わるんでかなりいいと思います。はい、で、このような感じです。はい、これで終了ですね。はい。